なわけでウエピーです。今日はまだホリエモンの話なんですけど、僕ちょっとねホリエさんのこと好きなんやなとしみじみと感じますね。でこれまたね、僕の中では本質的にはかなりどうでもいい話です。だけど取り扱う理由がないってわけでもないんで話します。はい、先日ですねホリエモンが味の素に関してね、ちょっと発言をしたことに対して、医師のね、内海悟先生が、まあタイミングよくね、その内容に反論されてたんですね。まあそれがちょっと痛烈だったんで、ちょっと広げようと思いますと。まず最初に、内海ごめん。ごめんなさい。ね。ただね、ちょっと今回の件はね、こう、内海節がね、綺麗に、切れ渡っとったんで、まあ、そういった意味ではね、ちょっともう少し世間にね、こう、知ってもらった方がいいよなと、勝手ながら思いましたと。ね。はい。皆さんまずね、明確にしておきます。内海先生は、動画内で、堀江さんの話をしておりません。〇〇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 
かりません。しかしながらそれにインスピレーションを受けて、ああ、ホリエモンとうつみんが対談してくれたら面白そうやなって話です。ね。で、あとね、こういう話するときね、まあいろいろみんなね好きかって言うんで、僕の立ち位置も先に明確にしておきますね。味の素がいいのか悪いのか僕にはわかりません。まあ美味しいよねと思います。でもなんか良くないっていう話もあるんで使ってません。それで良くないっていうのが僕のスタンスね。うん。でも堀江さんはそういう風に良くないんじゃないって思ってる人を否定してるんですね。そして内海先生は味の素自体が体に良くないって側の意見を持つ先生なんですよ。はい。ちょっと前置きがね長くなったんですけれども、これで僕が何の話をしたいかというと、実は結構壮大な話でして、時代が変わるよってこと。うん。時代が変わる。どういうことか。ホリエモンの時代が終わるってこと。まあなんでもね、最先端の人やけんね、終わるのも最先端なのかなと感じました。ね。これからのね、時代は今の最先端の人から終わっていきます。うん。やけんね、別に堀江さんに限らないんですよ。今の最先端は最高端。ね。こういう人たちってね、お前ら時代に乗り遅れるぞとか、AI の勉強しろよとか、まあ言っとる人たちなんですけれども、全部最高端。ね。これに惑わされると、みんな本当に取り残されるよ。うん。ね。これはね、もう堀江さんご自身にも言えることで、ね。まあもう、堀江も好きやからこそね、僕はね、それに気づいてほしいんで言ってるんですよ。ね。今までは、ポジショントークで、私の考えが正しいとご利用しできた。周りがついてきた。でも、今そのやり方では、もう押し通せなくなってるのよ。こういう時代が来たってこと。ね。いや、ホリエモンのね、話。楽しいし。すごいね、わかりやすいしね。もうやっぱすげーって思うことはありますよ。ね。やけん僕もホリエさんのことは好きなんです。で、僕と同じように、ホリエさんがみんなに好かれるのは、歯に衣着せず、自分の意見をズバッと言うし、行動もする。結果も残す。かっこいい。ね。で、今回の件もそうで、自分の意見を堂々と言われてる。だから僕はそれにケチをつけるつもりは全然ない。ね、ネット上には顔を出さず好き勝手ね、誹謗中傷する人間が多い。僕もそういうのはクソやと思う。だから僕も正々堂々話をする。内海先生もそうね。じゃあお互いに好き勝手してりゃいいじゃんと。そうです。本質的にはただね、一応お伝えしておこうと。このやり方であなたがポジションをね、築いていける時代は終わるってことをね。
それは今堀江さんにもやし、動画を見てくれている皆さんにもまあお伝えしておくっていうのが、なんというか、まあ今回の僕の役割なんです。だからどうでもいいけど話してる。うん、今までのねやり方はね、 A と B の意見があってもうそれが倫理的に正しいかどうかよりも誰が発言するかで影響力を持った、つまり権威ですね。ご意見番メディアね、このご利用しが通った。がしかしコロナ禍でその嘘が露呈したんです。嘘がひどすぎたから、さすがに普段口を開かない学者や専門家も声を出すようになったんです。あまりにも倫理を無視されたから、そういう人たちがさすがに黙っていられなくなったんですよね。倫理観のあるその分野の専門家が出てきたってこと。普通ね、良識のある人間はそんなに発言しないんですよ。知るは言わず、言うは知らずなんですね。学者もそうやけど、まともな人間はね、テレビとかメディア出ないね。メディアに出るのは御用学者ばかりですよ。まあ要するに大きなもの、長いものに分かれる人ばかりってこと。で、堀江さんは今までそうではなく一匹狼的に動き回るところに魅力を感じる人がいたわけ。しかし今ね、権威に従う人間と同じ動きをしているね。それはあなた自身がバカにしている人たちと同じ動きなんです。要するにあなた自身の発言と行動が一致しなくなってきた。発言するたびにブーメラン祭りになってるね。いつも自分がバカ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 言っているわけですよね。あなたがそう感じた時はね、それで相手が傷つこうがイラッとしようが知るかよね。だけど芸能人が亡くなった時はね、 SNS で誹謗中傷してんじゃねえ、俺にもすんじゃねえってね。俺はいい、お前はダメ、もう論法がジャイアンね。今回の味の素の件もそうやけどさ、こういうことを言っているやつがいたら頭がおかしいと思います、ね、こんなことまで言ってのけるとね。一方でね、自殺の件で自分の正義を押し付けるなと言っているね。堀江さんこそ自分の正義を押し付けまくり系の人ですよね。ワクチンの時もそうやったけどさ、自分の言うことしか正しくない。でもそれってすごい視野狭くないですかね。自分の頭の中で全てが完結するメルヘンやないですかね。で、人としてもよ、自分のことは棚にあげるってこれはほんとダサいことですよね。まあだし、だからもうそもそもね、もはやね、死で滅裂なんですよ。だから口を開けば開くほどしっぺ返しがもうえぐいぐらいに来とるわけ。うん。で、まあね、今までもそういった反論はあったでしょうが、今回のは質が全然違うってことに気がつかなきゃ危ないね。傷口が開いてね、もう戦闘不能になる前にスタンスを変えないと大変なことになるね。堀江さん、楽しいことやりたいならちゃんとしましょうよね。まあわかるよ、いっぱいしがらみもある、もうなんだったら全部一回捨てたらいいやね。もうよくない、金いる、それともまだ欲しいんすかね金。うん、楽しいことやりたいんやったらこっちの方が楽しいぜって感じ多分ね、うん、やけどこれからもさ、そういう反論とかね、すればするほどね、もうボロが出て信用を失ってきますよね。これはもうね、僕ね、去年からずっと言ってることなんです。時代が変わるって。信用のベースが金から人徳に変わる、人の素養が露骨にあらわになってくる、嘘がつけなくなるね。言ってることと
やってることが違う人間は淘汰される、ババ抜けなんですよ。これまでのやり方、時代の栄光にすがってると足元すくわれます。いいですか、この話で一番重要なのは A と B があるということが世間が理解し始めたということね。味の素が正しいか否か、ホリエモン宇都宮が正しいか否かね。僕はそこに焦点を置いてないね。今までは A しか注目されなかったが、 B があることに気づかれる時代が来てる。その意味は A が真摯に経済活動でも人間活動でもしてたら問題はない。しかし A が自分自身の利益優先で不誠実なことをしてたら生き残れないってことね。それがすぐさま見つかって信用をなくすね。これからは A が嘘つきだったっていうケースがゴロゴロ出てきます。ワクチンの件、味の素の件、あなたの動画のコメント欄を見るとまだまだ人はついてきてくれているようです。しかしながらみんなそんなにバカじゃないね。あなたが国民をバカにすればするほど、あなたの応援者自身も自分がバカにされているっていうことに気づき始める。離れていく時っていうのは早いですよね。で、それに比べると宇都宮先生は対談でも何でも応じるとおっしゃってるね。堀江さんはいかがですかとね。宇都宮先生はその道の専門家ですね。堀江さんがね、そんだけバカにしながら言い切るのならね、その反対意見のプロフェッショナルと話してみたらいいやん。でもそれはしないね。知識と知識って普通こうやってぶつけるのね。でもね、このコロナの時もさ、そうやったけど、メディアはそれをしようとしないんですよね。 A の意見しか絶対に取り扱わない。うんね、それってクソみたいなメディアなんじゃないんですか、堀江さん的には。それと同じことやってませんかとね。誰かを表面的な理論でさ言いくるめて、そうやって承認欲求を満たしてるんですかね。本当の知識人からは笑われてる、ど素人の一般人からも笑われているのに、自分がそれに気づいてないって哀れやないですか。じゃあお前が対談しろよってね言うんやったら、ね、僕みたいなど素人でいいんだったらもうお願いしますですよ、もはや。でもそんなの誰が見たいって話ね。うん、まあもちろんね、個人的にはお話ししてみたいですよ。一緒にやりません、楽しもうぜって言いたい、ホリエモンには。うん、まあとにかくね、日本にはね、素晴らしい人たちがたくさんいるのよ。才能を持った人たち、もうそれほんとすごいって僕思う。でもその能力を正しく使えてない人が多い。ここをね、みんなに気づいてほしいんです。だから今日も話してる。普段ならどうでもいい、でも時代の変わり目、既存の芸能人やら大物にはある程度強めのプレッシャーをかけて焦っていただく必要があります。じゃないと一向に改まらんね。え、まあ宇都宮に関して言えば、このようなね、医師の方が出てくるのは素晴らしいことですね。雰囲気だけで影響力を持ってる偽物がね、適当なことを言えなくなってきますんでね。うん、宇都宮は完全に抑止力になってますよ。うん、まあ毒舌ならね、ホリエモンにも勝ると僕は思いますね、宇都宮。まあね、結局今までね、噛みつく人がおらんやったんですよ。でも今本物がだんだん動き出してる。もう好き勝手マウント取れない。ね。この微妙な時代の変化を、まあ僕は現実化するために今日はやんわり煽らせていただきました。堀江さん、
応援しとるんばい。だけどもしホリエモンが落ちるとこまで落ちたら、その先怖いよ。周りにおる人たちどんどん1抜け2抜けが始まる。誰が早く抜けていくか、最後に残ったやつが馬場を引く。いってらっしゃい。自力で切り開くワーボリ、イエーイ。